はい、どうもこんにちは、トラニシです。今回はちょっとこの首なし地蔵最終パートなんですけど、ちょっとですね、あれなんですよ。ちょっとね、ちょっと Google でこれも一応確認したんですよね。そしたらかなり長くなりそうなんですよ。かなり長くなりそうらしくて、でちょっと Google を見ながらやっていこう。かなりつまんないけどごめんなさい。これクワを手に入れて、なんかね、これはクワを手に入れてこっちに移動します。で、まあ、これ解説だね、解説動画だね、これは。でこう確認して、で確認したらですね、こっちっすね、こっちに移動して、でこれを調べて、これで進める。でこれもなんかこう消したらこう見れるんですよ、こんな感じで。でまあ一応これはもう俺も Google 見たけど分かんないんで、もうこのままスルーで、こう電気つける、で行こう。でこっちだったかな、でこっちだ、こっちこっちこっち。でこうクワを使うらしくて、こっちでクワをこうザクッと、でなんかこう光るのを確認したら、こうこれでクワを壊して、で次ちょっと待ってください。これもうすぐ簡単に終わっちゃうな。じゃあ今回これ最終回なんで、まあすぐ終わらせちゃうか。でこう切って、こっち移動っすね、移動してこっちかな。でこの上に地蔵があるんですよね。でこれを確認する。でこれ右上、右下、左下、右上、左下、右上、左下、右上。おお。こうすると出てくるらしい。であったこんなところに捨てられてる。優しい感じがする。間違いない。早く返しに行こう。で、地蔵が現れて、で、これ返すとバッドエンドになるから、地蔵の底を見るらしい。あった。これ札を取り、札ゲット。で、下に行って、右へ行く。で、ここを調べる。はい。でこれで下に移動、でこう札を持ったまま車に乗る。よし、札があるからきっと大丈夫っつって、でこれで帰れる。よし、これでクリア。お、何も起こらねえ、つまんねえ。まあ特に怪奇現象がおるとかいう噂もないしね。帰ろうか、中に地蔵出してみようぜ。え、それやめとこうよ。歯ビビってんの？見てろって。もう本当に知らないからね。うん。おい、懐中電灯消せなよ。そんなんじゃビビらねえし。歯何言ってんの？私じゃない。はいはい、よし。扉開けるぞ。あっ！せーの、3、2、1。バカなやつもいるもんだな。で、これで終わり。はい、じゃあ。よし。おお、最後まで遊んでくれて。やった、終わった。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。今後もこういうやつを出していきますので、ご視聴お願いします。では、さよなら。バイバイ。